ブリュッヒャー・フランツ・ブリュッヒャーは、ドイツの政治家。所属政党は自由民主党、後自由国民党、ドイツ党。1949年から1953年まで、コンラート・アデナウアー内閣。エッセンに生まれる。宗派はカトリック。1914年にアビトゥーアに合格し、1918年まで、第一次世界大戦に従軍、捕虜となる。1920年に釈放された後大学に入学し歴史学と国家学を学ぶが、すぐに中退した。1921年から産業界で取引業に従事。1930年からはエッセンの住宅賃貸業者で部長を務めた。1938年から1945年までエッセンの銀行で店長を務める。バイマル共和制時代は政党に属さず、ナチスドイツ時代も国家社会主義ドイツ労働者党と距離を置いた。戦後、エッセンで自由民主党の共同設立者になる。この党は後に自由民主党の地域支部になった。1946年1月には、イギリス軍占領地区で自由主義政党を立ち上げるが、その名称をフライエ・デマクロティシャ・パルタイとすることを主張し、入れられた。同年5月には、イギリス軍占領地区 FDP の代表に選出された。1946年から1947年まで、ノルトベストファーレン州議会議員を務め、イギリス軍占領地域の参事会会員となった。またルドルフ・アーメルンクセンの内閣で、ノルトベストファーレン州財務大臣を務めた。1947年から1949年までは、バイゾーンで、経済委員会委員を務め、FDP 議員団団長や経済委員会委員長を務めた。1948年から1949年まで、FDP 全国副代表。1949年、第1回ドイツ連邦議会選挙に当選、1958年2月の辞任まで議席を維持した。1949年9月、コンラート・アデナウアー内閣で、マーシャルプラン担当相及び副首相に就任。1949年から1954年まで FDP 代表を務めた。党内での左派と右派の対立では党派に組みせず、両者の間を取り持つことに尽力した。1947年から1956年まで自由主義インターナショナルのドイツ代表を兼任した。1949年から国際ルール機関西ドイツ代表。1953年には西ドイツ代表としてイギリス女王エリザベス2世の戴冠式に参列。1953年の総選挙後は経済協力相兼副首相に転じた。1955年から1957年まで副総裁を務める。1956年2月、ノルトベストファーレン州の FDP がドイツキリスト教民主同盟との連立を解消して、ドイツ社会民主党と連立したことに抗議して、離党、自由国民党を結党した。1年後の1957年に、FVP はドイツ党と合同し、ドイツ党に入党した。この年の総選挙を最後に、大臣職から離れた。1958年1月から、欧州石炭鉄鋼共同体の委員を務めるが、翌年、バート・ゴーデスベルクで死去した。1954年、ベルリン自由大学より名誉博士号。1957年にも、ラホールのパンジャブ大学より名誉博士号を贈られた。1954年、ドイツ連邦共和国功労勲章第10次章、ギリシャ王国ゲオルク一世勲章受章。1955年くらいは、イタリア共和国功労勲章第10次章を受章した。ありがとうございます。